土橋停留場とは、広島市中区海町にある、広島電鉄の路面電車停留場である。駅番号は、M13。広島電鉄本線とエバ線が分岐する、乗り換え停留場である。東停留場はまず本線の停留場として1912年に、開業した。開業時の停留場名は、土橋筋停留場であったが、大正期には土橋停留場に改称されている。 また、東帝流城から神谷町方面へ向かう路線は当初、北に位置する東菓市町を経由せずに、南回りで左官町まで通じていた。一方、エヴ線が開通したのは1943年のことである。この時すでに東菓市町には横川線が通じており、ついで、土橋と東菓市町を短絡して、エヴ線と横川線を直通させる新線の建設が進められた。 従来南回りで土橋と左官町を結んでいた区間は軌道が敷かれている道幅が狭く、また半径の小さなカーブが連続していて、電車運行の上でボトルネックとなっていたことから円滑な電車の運行のためこの区間の解消が図られたのである。この新線は翌年の1944年に開通、すでに左官町と東下市町を結んでいた。 横川線の線路と合わせて本線に組み込まれ、それまで南回りで土橋と左官町を結んでいた、線路はこの時廃止された。1945年8月6日には原爆投下により、広島電鉄の市内線も被害を受け休止されるが、路線は、恋方面から復旧、同年中には本線が、2年後には、江ヴ線が運行再開を果たしている。 土橋筋から土橋への解消時期を1919 19年頃とする資料もあるが、広島電鉄開業100年、創業70年始では1918年時点での停留場名を土橋とする。広島電鉄の市内線は、ほぼ全区間が道路上に軌道が付設された、平洋軌道で、同停留場も道路上にホームが設けられている。 戸橋町交差点の上で本線からエバ線が分岐しており、本線は交差点から北と西方向、エバ線は南方向へ通じている。ホームは低床式で2面あり、いずれも交差点の北側、本線の線路を挟み込むように向かい合って配置されている。2路線が分岐する停留場であるが、乗り場はまとめられていて、線路の東側に、 広電西広島駅、エバ停留場方面の下りホーム、西側に広島駅方面の上りホームがある。上屋は1988年4月に取り付けられた。その後2014年には、上屋の増設やホームの拡幅など停留場がリニューアルされている。上りは広島駅、横川駅、広島広域電車、下りはエバ、宮島口。 西広島駅が行き来する乗り換え停留場の上、三連接車両の電車が頻繁に止まるので、ホームの長さは長めに取られている。しかし朝のラッシュ時などは通勤、通学客で混雑することが多く、乗降整理のための駅員が上りホームに配置される。駅員が配置されている時間帯は入り口扉からも降車が可能。 エバ線の船入り町寄りには渡り線があり、折り返し運転の際に用いられる。本線には、広島電鉄が運行するすべての系統が乗り入れているが、このうちあたり停留場には2号線、3号線、6号線、8号線、9号線、それに0号線が乗り入れる。当停留場を経由して、本線とエバ線を結ぶのは6号線、8号線、9号線で、 それ以外は本線のみを使用する。東停留場の南東にある土橋町は土橋ではなく土橋と読む。中国新聞社の本社屋が停留場の南東徒歩5分の距離にある。ありがとうございます。